もしもし。あ、もしもし。もしもし。あ、校長。あ、お電話変わりました。副校長がおりませんので校長が変わります。あ、はい。あ、大丈夫ですかね、はい、お時間大丈夫ですかね。ちょっと2、3分いただければと思います。はい、その、はい、あ、で、ことぐり住んでる、まあ、一般の人間なんですけども、で、はい、最近なんかワイドショーの方で、なんかその児童相談所の件で、はい、まあ、ちょっと話題に、あ、はい、話題に上がってたんですけども、はい、で、はい、公立、そちら公立学校じゃないですか。公立小学校ですよね。はい、で、なんかそのために、そこの公立のに、入学させるために、まあ、引っ越してくる人もいるっていうふうに、まあ、報道されてたんですけども、はい、で、公立小学校っていう、で、そんなにその、他の小学校と、レベルが違うもんなんですかね。そんなことはないと思います。そうですよね。だって、学習指導、はい、文科省の、学習指導量に沿って、それを同じことを教えるだけですよね。はい。はい。だから、あれですよね、なんか有名人が卒業してるとか、場所がそのいいとこにあるとか、なんかそういうことで勝手に、まあね、勝手にイメージで、立地の条件っていうのはありますからね。勝手にイメージで、お金持ちの人が多いとか、勝手にイメージで、なんかその、フロー効果で、なんかその、中身も優秀なことを教えてるんだっていう思い込みによって、もちろん港区独自のっていうものはありますから、はいはい、まあそれはそれで乗っ取ってやっていますし、乗っ取って学習、でも基本的には学習指導要領に、それはもちろん当然そうですよ。乗って、で、別に、だって、はい、もう小学校独自のことを、あんまり、はい、それた子を教えてはいけないんですよね。例えば、そこの小学校だけ、フランス語を教えるとか。調べたのは、うん、はい。ある程度の特色っていうのは出せるものですよね。なんか理念、それは人間性の中理念とか、はい、そんなもんですよね、その、会社でいう尺みたいな、まあね。はい。そういうふうにおっしゃられるその通りだと思いますよ。その程度のことです。どういう人間育ってほしいっていう理念みたいなことを言ってるだけですよね。うん、中身で、じゃそこの学校だけはフランス語を教えるとか、中国語を教えるとか。そんなことは、ありえないですよね。できないですもん。ありえないですよね。もしくは、その、私立学校に受かるような教育をするとか。それもありえないです、ね。ないですよね。基本的な、そういう。勉強なんていうのはないから。ないですよね。読み書きそろばんができればいいっていう、普通の小学生として。まあ、ですから、それが学習指導要領ですよね、うん。お名前教えていただけますか？あ、すぐ切れようと申します。すずさん？はい。わかりました。すいません。ありがとうございました。はい。はい、すいません。失礼します。はい